群馬は新幹線2つあるけど栃木は1つだよね。なにそのちょっと上から目線。群馬ってすごいでしょ。よし、そんなら対決しようぜ。あー、いいですよいいですよ。ということで群馬と栃木の新幹線をいろいろと比較してみました。今回比較する新幹線はこちら。群馬は上越の方か。栃木はもちろん東北新幹線。まず両県主要駅における新幹線の乗員人数。うわー、高崎の方が多いぜ。なに？まあ高崎が都会ってことですよ。人口負けてるくせに。続いて県内における停車駅の数。お、栃木の方が多い。何？3つもあるのかよ。それだけ重要な地域が多いってことですな。続いて東京から両県主要駅までの距離。イエーイ、栃木の方が長い。いや、この場合短い方が東京に近いんだから群馬の勝ちでしょう。ああ、そっか。どんまい。続いて県内の路線距離。今度こそイエーイ。群馬は思ったより短いな。東北新幹線は縦に長いからね。高速道路の回でも似たようなことを言ってたような。時間の関係で以上です。まあそこそこいい勝負でしたな。よし、次は北陸新幹線で勝負だ。わあ、まだやんの。